領州は中国にかつて存在した州。現在の甘宿省、寧夏海賊自治区一帯に設置され、現在では甘宿省の別省となっている。紀元前106年、官の武帝が全国を13州に分割し、各州に死死を置いた際に領州が設置された。老生、武都、金城、安定、北地、武位、天水、懲役、主戦、 トンコの銃軍国を管轄した。前巻末の混乱期には、会合が拡挙したが、バインラにより平定されている。五感が成立すると、老県を周知とした。194年に、州西部を分割して新たに、洋州を設置している。三国時代になると、義により、周知は姑造県に移された。義代の領州志士氏は同時に、墓気行為も兼任したため、 その行政範囲は西域まで及ぶ広大なものとなっている。青春末の英化年間以後、八王の乱の中で、領州支子の長期は自立、全領を建てると、州南東部に川州を設置している。この時代の領州は、西域諸勢力の拠点となり、全領以降も、香楼、南領、北領、西領などが拠点としている。北魏が成立すると、 領州はその辺境であるという地理的理由によりかみ、年間にトンコーチンに降格されたが、490年に再設置された。正義の時代には、州西部に西領州が設置されるなど、再文化が進んだ。北州の時代には西域への用地として、領州総管府が設置されている。北州時代の管轄軍は、下記の四軍であった。 随発に設置された領州は三軍八県を管轄していたが、607年、軍政施行に伴い、部軍と解消され、下部に四県を管轄した。随代の行政区分に関しては下表を参照。東大が成立すると、部軍が領州と解消された。東大は、都番との間で発生した戦闘において、最前線となり、党と都番による統治が交互に繰り返された。 1028年、リノリアキが領州を陥落させ、総代の行政権が及ぶようになると、勢量府と解消された。慶徳年間には、聖果の勢力下に置かれることとなった。現代初は、勢量府とされていたが、1278年に、え、小路が設置されると、勢量府は、勢量州に降格し、その管轄とされた。現代の管轄権は、下記の二権であった。 秋尾が成立すると、後部年間に、領収8され、新代の1724年に、領州府と改変された。中華民国が成立すると、不正廃止に伴い、領収の行政区革命称は消滅することになる。領収を舞台にした、領収誌が多く作られているが、中でも有名なのが、党の王冠による七子と絶句である。 ブ武道美酒夜行杯翌院ビは馬上採水が砂上君、漠イ未古イ聖ニュー海区では、最域から伝わったブドウビ美酒、すなわちワイニア、夜ハイといったエキゾチックな小道具が登場する。古来、両州は天山山脈を越えてヨーロッパへ通ずる東西路の交通の要所であったため、珍しいものが伝わっていたことに由来する。同じ理由から両州は、 国境防衛の用地でもあり、異民族との戦場になることも多かった。そこに、馬上模様という、落ち着かなさの原因があるのかもしれず、結句に、幾人気と戦に向かう厳しさと不安が謳われるので、ある。ありがとうございます。